馬鹿げた夢を平気で口にする。あの螺旋丸を教えたのはおかげになるだろうとザレ言言い始めんのさ。1週間やる。ばあちゃん、もらうからな。そういう意地を張ってると死ぬって言っただろう。逃げろ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。チャクラを抑え込む手を得るために影分身。